人生は探検だ。ミノチャンネルのミノアです。ミノア塾、今日のテーマはよくあります、家は買うの、借りた方が得なのということですね。私は不動産を最初に買ってから約30年ぐらい経ちました。結果どうなったかっていうことを少しお話しできればなというふうに思いますが、私の体験談を話していくので、それをちょっとコンパクトに小さめのお金でやっていこうかなと思うんですが、30年買ったのと借りるのは一体どっちが良かったのかっていうようなお話ですね。ちょっと聞いててくださいね。なんとか仕事頑張って1000万円のお金を貯金することができました、ね、でマンションを2つ買いましょう。そのマンションは2000万円のマンションを買います。2000万円のマンションを買うには頭金が500万ぐらい必要です。1000万円貯金してましたから頭金かけねえ頭金500万、これ自分のお金ですよ。頭金500万、OK、500万出しました。で2000万円のマンション買いました。さあ借り入れはいくらですか。はい、借りたのは1500万円で自分の手金と一緒に2000万ですよね。 OK、 1500万買いました。この1500万円はだから分かりやすいように計算しますね。20年ローン、同じ20年ローンということは年に、10年で150万円、75万円、1年間で75万円払うんだ。 OK、 ここまでわかるね。年に75万円払うんだですよね。これで20年間払って、利子ちょっとごめんなさい、利子は本当に今少ないんでね計算入れてませんけど、75万円払うと1500万返せる、20年後に両方とも。でもこっち自分が住むんじゃなくて人に貸しました、月に、じゃあ分かりやすいにこれも月に家賃7万円か8万円で、マンション貸しました。 OK、 そうすると頭金500万円で20年間人が払い続けてくれて完済して終わります。こっちはお金返せます。いいですよね。こっちはローンがあるので月々7万円というのは自分の給料から引かれていきます。ここまでいいですか。はい、こっちは人に貸してる、こっちは自分で住んでる。さあ20年経ちました。この2000万円のもう借金ゼロになりました。20年後に人が払っててくれたんで、このまま払い続けて7万円を毎月もらうかっていうと、私はもらわない。何をするか、売るんですね。売ります。さあ売る。この物件いくらで売れるのか。これは大事なのは、実を言うとここに関わってくる。これが月々7万円入ってきますよ、しっかり収入がありますよ、7万円ですよっていうと利回り 0.5 っていうんですけど、まあちょっと難しい話でごめんなさいね。これだと2000万円弱で物件が売れます。この家賃がもし15万円入ってきますよって言ったら3000万円以上出ます。このマンション、この家賃次第なんです。まあじゃあちょっとこの家賃が、そうですね、ちょっと今デフレの時代なんだけど、20年経って物件が古くなったんだけど、まあ 7,8 万円は家賃取り続けてるよと、ずっと続けてるよと。さあこれ投資物件で他の人買いません、オーナーチェンジって言うんですけど、これオーナー買いません、利回りでちゃんと 5% 以上利回りがありますよ、家賃7万入ってきますよっていうと、まあ、2000万円を計算しやすいようにやっておりますからね。これが1800万だか1700万だかとか2200万とかそういう話はなしで、きっぱりまた2000万円でじゃあ売ることができました、あれあれあれ、いくら出したお金、20年前、頑張って頑張って稼いだお金のうちの頭金500万円で出したんだけど、20年後にはなんとキャッシュで2000万円。それだけじゃないですよ。実を言うと、ここからもう一回同じことやる。2000万円は、まあ、車買ってもいいし、なんか買ってもいいんだけど、ちょっとそれを今までの貯金、働いてるお金で車買うお金は貯金の方から使ってもらって、このまま他の物件買いましょう。これを頭金にしちゃいましょう。これを頭金にしちゃったら、さっきと同じようにいくらの物件が買えるか、500万円の頭金で2000万円のマンションを買ったんだったら、2000万円の頭金で8000万のものが買える。8000万のマンション買えたんですよ。20年前500万出しただけで8000万のマンションが買えました。人に貸しましょう。そうすると借り入れは6000万してますよね。これもし20年ローンだと年間300万円返さなきゃいけない。20年ローン月々に直すと25、6、7、まあこれね、これ人に貸して家賃でいいわけですよ。家賃が入ってくるわけです。これをローンに当てましょう。これ分かりやすいように言ってるんでごめんなさいね。これ20年経ったら、20年後は借金ゼロですよね。そしたらこれはこのまんまこの利回りでまた投資マンションとして売れるんですよ。誰か買いませんかを買う。そしたら8000万円が入ってくるわけですね、20年後には。で、売れるわけです。売れたら入ってくる。これインフレとかデフレは計算入れてません。はっきり言って、40年も経ったら、その物件はもっと高いです。1億以上になってますよ。あれあれ、頭金500万円だったのに、キャッシュが8000万から1億入ってきたよ。こういうことがあり得るのが不動産なんですね。インフレになったらもっともっとお金の価値が減るので、この物件、物自体の価格は上がります。それはちょっと高校時代か中学生時代に戻ってデフレインフレの勉強もう一回し直した方がいいかもしれないけど、お金の価値が減る、インフレになる、そうするとどんどん物の価値が上がるんです。もっと高くなるんです、インフレになる。これが不動産なんですよ。今、人に貸してて、一切お金はこの40年間出してないんですよ、この人は。たった最初の頭金しか出してないのに増えていった。これに近いことを実を言うと、自宅の方でもできるんです。20年間自分の給料から7万円払い続けたわけじゃないですか。マンション売りましょうよと。同じように5% 以上でこのマンション住んでたんだけど、人に貸したら家賃が入ってきますよ、どうぞ投資で買いませんか、人に貸しませんか、家賃入ってくるからって言ったら、2000万円でもしこれ20年後にマンション売れたら、頭金500万で2000万円で自宅が売れたら、さあこれはもう一回やるのかどうか。その頃給料上がってるんだったら、もうちょっと家につぎ込めるななんて思ったら、これをじゃあ頭金にして1億円の家がもしかして買えるかもしれないわけですよ。まあ大きかったらちょっと1億円やめてもね、まあ8000万でも7000万でもいいですけど、これもう一回買えるんですよ、大きくね。買えなかったらこれ貸して家賃収入もらったっていいし、こっちの物件同じように、よいしょ、今度自分で住まなくても、これって同じ式です。8000万円の不動産を買って人に貸したら月々25万円の家賃収入が入るわけでしょ。それローンで返し続けて、ある日いつかは全部借金が消えるわけじゃない。これが不動産なので買った方がいいと私は思ってます。ただし田舎で困ってる人たちがいっぱいいます。何に困ってるのか、核家族になっちゃって子供は20歳、30代前にみんな都心に行ってしまって、残っているのは50、60のお父さんお母さん、それが2、30年経って70歳、80歳になってて家を持ってて親が1人亡くなっちゃう。まあ大体父親が先に亡くなっちゃうんですけど、父親が亡くなって母親1人暮らし、子供が都心に行ってた子供が30、40になったら「お母さん東京においでよ」って言ってお母さんを連れてくる。都心に一人暮らしじゃ心配だよ。田舎にある家はいくらで売れるか。売れないんですよこれね。需要はないから。人に貸す、こっちか、人に貸す用のマンションでも何でもないから、人に貸す用の一軒家でもないから売れないんですよ。固定資産税だけ払わなきゃいけないから二足三文でもういらないよっていうような状態の田舎の家はいっぱいあります。それは別として考えていかなきゃいけない都心の話です。私が持っている20年前の投資用マンションは利回り 10% で回ってます。利回り 10% で回ってるかっていうとどういうことかっていうと、当時私1億円で買ったマンションが今売ろうと思ったら2億で売れるって査定が出ました。それは 5% も回れば今投資用として売れますよっていう不動産屋さんの話です。あれ、その時1億円のマンションを買う時の頭金っていうのは2000万だったかな、3000万だったかなって今思ってるでしょ。それがなんと今売れる2億で売れる。あれ10倍になってる。なんと実を言うと20年前に買った不動産が10倍になっているのが数棟ありますっていう話で、今日のお話は家を買った方がいいのか借りた方がいいのか、自分の住むだけの家大きいのを最初から買った方がいいのか、人に貸す用のものも一緒に買ってちょっとだけ10年間20年間だけ小さい家で我慢した方がいいのか、こういう形でまた考えるのも面白いかと思います。はい、私は川原でした。